すごい。待って、みんなちゃんと来てくれてる。嬉しい。おはよう。起きたよ。ちょっと寝て、起きて掃除してたよ、今。また今から寝る。録画かもしれないです。すごい。なんか朝に300人も私の顔を見てくれてるって思うとすごいね。みんな胸元が危険すぎる。全然普通じゃない？ みんなもう仕事？今日何曜日？今日は金曜日ですね。金曜日。今日で終わるじゃん、みんな。なんかなんでこんな早くやってるかっていうと、今日11時半頃にショールームしたんですよ。今日っていうか日が時が変わる前か。で、なんか楽しいことしたいねってなって、新しいこと見つけたいなって、新しい楽しみを見つけたいなっていう話になって、でなんかファンの人が朝配信してみればって言って、私が「なんかそれ面白そう」って言って、で最近朝に目開いちゃうんだよね。だからなんかいけそうと思って、一応保証はできませんって言ったんだけど、755で。でもちゃんとなんか起きるねってみんな言ってたから、これは起きないとなと思って、だからあんまり1時間ぐらい寝て。深い睡眠に入ってないからめっちゃ眠くはない。だからちょっとあとこれから寝て、時間もったいないからちょっと寝たらやることをやって出かけたいなと思ってます。今日はちゃんと言った通りやったよ。昨日の配信で言った通り配信してたの。嬉しい、ギフトありがとう。顔が全然今日むくんでないの。ピンだよ。
どう、ポニーテールあんましない、まあ、ずっとおろしばっかり。ここの眉ちょっとない、ここの眉ちょっとない、すっぴんのクオリティ高すぎる。すっぴんが可愛い女になりたい。ストーリーのせいかな。っていうのは加湿器、加湿器の音。これ顔変わりすぎない、このフィルター今日はね、タブレットでやってる。こんな時間に配信してる、何億年ぶりかに配信したは思ったんですけど10年ぶりじゃない、どんぐらい、3年ぶりくらいかなにやりました。なんでこんな変わるんだろう、インスタのフィルターみたいなやつ。やばい、ストーリー見てください。やっぱ髪明るいな、ね、朝早く配信してるからなんかのイベント配信しちゃう。みんなに挨拶、朝の挨拶をする配信なんで、ギフト投げてください。ギフト投げてくれた人はの名前を読みます。今
今からのこの配信。言って誰も投げないかい。誰も投げないかい。クマさん来た。誰？クマさんはやったん。ちゃんと起きて偉い。遅刻しなくて偉い。っていうギフトちょうだい。じゃあ、読むね。最初から読むのかな。ノブさん、ナハハンさん、ピアノマンさん、タクヤさん、ピーターさん。めっちゃ来てる。私の花形。ムートンさん、くまちゃんありがとう。ピータさん、ナハハンさん、ノブさん、かっちゃん、ピアノマンさん、佐々木さん、佐々木さんありがとう。目が開かない。ラブいちごちゃん、おはよう。私はもう一回寝ます。嬉しいね、こんなみんな早起きしてくれるっていうのが、なんかみんなの愛が伝わったよ。伝わったよとか言って伝わりました。キャプテンアクアさん、僕連パサランさん、ポクレンパサランさん、嬉しい、ありがとう、キャプテンアクアさん。キャプテンアクアさん。ありがとう。1時間やりたいな。最近やってなかったか。最高何度寝したことある？3度寝ぐらいかな。初めましての人が多い。いつもはそんなに、朝そんなにっていうか、みんなどうしたって。発表があります。なんてことないですよ。なんかこれを機にみんな私のことを知ってくれたらいいなって思います。大丈夫、みんなが発表してほしくても嫌でもしないから いさせてください、しないから。最近の重大発表何かある？大きくなったこと
大きくなった、太ったから、大きくなった方、何とは言わんが。夜じゃないからいいよね。みんな目が覚めた？今の。夜に言わないから起きてるね、これ。しかも言ってないし。何が？って目が大きくなったかもしれないし。みんなが目が覚めたんならそれでよかったな。急に目が覚めた。じゃあ今日金曜日でみんなだるいって思ってたお仕事頑張れるね。なんか朝配信した方がたくさん見てくれる人がいる気がする。朝活しようかな。朝の朝やちゃん、ひだやの声で目が覚めた。みんなおはよう、来てカン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 。今私の配信見てくれた人、めっちゃ久々に多分私のこと見たんじゃないかな、じゃない皆さん。もしくはなんか他のアイドルさんとかの朝のイベントに参加してる人が、え、 AKB の子がやってるって見た人が多いんじゃないかなって思うの、私の推測だと。だからまあそういう人たちに気になってもらえるように、てか気になってください、気になって。今はすっぴんなんですけど、あのちゃんとメイクして配信する時もありますから、そう夜も見てるよ。みんななんだよ、夜疲れてあれなのかな、朝のがなんか打ちやすいのかな。そう今ですね、すっぴんの、もう最近すっぴんでやってるからなんか恥ずかしくなかった。夜もできたらするね。めちゃめちゃ自信はある。でもこのショールも補正入ってるからあれだけど、ニキビは今一つもありません。まあ自信なかったら、1ミリも自信なかったら普通やらないからね。まあちょっと自信はあります。こういうのはっきり言っちゃうんだよね私。しかも前は眉毛生えてなかったから、眉毛生えてないのがまあ自信なくて、そう、まあ眉毛ちょっと入ってきたし、肌も綺麗になったからいいかなって。でも朝は見てくれる人はいるかもしれないけど、朝になったら絶対すっぴんだよね。って思ったら恥ずかしいな。 TikTok やってるよ。公衆美人、公衆美人っ
ていうあるんだ、言い方、言い方、八方美人、八方美人じゃない、博多美人っていうのもあるかもしれないけど、私二の出がね好きな人だから、朝例えばこの時間にメイクして、まあ仕事あったらメイクするけど、ほとんどこんな時間に仕事がないので、残念なことに。だから すっぴんかな、5時にやるときは。福岡ですか、山梨出身、貴重な朝配信を見れて今日はラッキー。みんな今日配信見た人、私は3、4年ぶりくらいの朝配信なので、これを見れた人は何かしら私と縁があるってことなので、今後も多分見ないと罰が当たります。罰が当たるから絶対次からも見てね、ショールームだけじゃなくて SNS もチェックしてね。むしろファンになってください、今日見てくれた人、うん、髪の毛切る、髪の毛パサパサなんだよ本当は、毛先が。朝ごはんを作る配信でもいいねでもキッチン嫌だな。 TikTok のコメント読んでるよ。あー、これ多くなってきた。もらいあくびした、朝うどん食べに来て。朝うどん、朝はそばがいい、そば派。この間のお話し会でファンになりました。覚えてる、ありがとう、ずっとファンでいてね。夜はしっかり睡眠、1時間くらいしか撮ってない。ちょっとこの5時にやりますって言っちゃって、なんかみんな見に来るって言ってたから、さすがに寝坊はダメだなと思って。朝マック配信、あー、ありでも今日マック、今日の夜、昨日の夜かマック食べたからお腹空いてないというか、マック欲がないふじよしだふじよしだ行った時に朝空いてる店探しに行きました。やってた？
軒だけありました。朝うどん食べられる。なんていうとこ？ちょっと明るくなってきた。でも私暗い遮光カーテンなんで、どんだけ明るくても真っ暗になって寝ることができるのです。ヒダーヤイコールセクシーな感じする。最近セクシーな写真載せてるからじゃないですか。からじゃないですか。でもやっぱそういう写真の方がいいねが増えるから、こちらもなんか出すのにちょっと拒んだりするけど、でもまあなんか出て、まあ、出してまあなんかわーって思われても別にいいかなっていう感じで載せてます。イベントの時から一気にセクシーさが全面に出てきた。イベントってなんだろう。あの割烹のイベント。AKB 新聞の。山梨の有名な人で可愛い綺麗な人初めて見ますよ。なんて。素敵なお言葉ありがとうございます。応援してください。栄屋っていう丼屋さんです。富士山駅から少し歩いたとこ。ちょっと調べてみていい？だろこれ。見たことあんな、どこだよ。おいしいだろ、おいしそう。実家帰ったら食べよう。お腹空いてきた。GoTo イート再開されんの？あ、千葉か。押してもいいですか？押してくれないの？逆に押したらいいことあるよ。テレビ見てる。ふさましテレビ6時までやります。
朝ごはんは食べない。またもう一回寝る。朝ごはんは基本食べないです。平屋の握手会チームメイトデビュー当時に一回行ったことあるだけ、あるだけある覚えがある。一回しかないの？お話し会来てよ。次11月のいつだっけ？話し会。11月3日だって。ルームフォローさせていただきました。なぎさすカーレットさん、明日も見に来てね。これからも見に来てね。11月3日、私カレンダーに書いてなかった。あ、なんか文化の日なんだ。お話し会忙しい気がする。11月はなんか明日も朝配信する。まだわからないな。再販終わっちゃった。また出たら。昨日の夜配信してたよ。11時半ぐらいから22時ぐらいまで30分ぐらいやった。でもなんか朝配信してみようみたいなみんなと話になって実行しました。そう、何億年ぶりってあなたは何度生まれ変わっただろう。問題、何度生まれ変わっただろう。私は何度生まれ変わったでしょう。土日だったら朝配信の後二度寝ができてるね。できたらやりますね。いつ髪染めに行こうかな。もう無理、目が開かない。来てくれてコメントしてくれただけで嬉しい。2億年ぶりに朝配信見た。私のなんかくだらない冗談に乗ってくれて嬉しい。最高、ありがとう。ヤマさん、ギフトありがとう。ギフトを投げてくれた人は好きです。
ウーバーイーツ見てみよう頼まんけど。じゃあウーバーイーツ。え、キクリン久しぶり。え、まだファンでいてくれたの？花しか生きてないじゃん。ウーバーイーツ結構ある。スープね、送料高いなのか。チキ、この時間いつもこのメニューなんだ。全然ない。6時とか7時になると出てくるのかな。全部予約か。でもなんか寿司ばっか頼んでるから、なんかおすすめに寿司ばっか出てくるんですけど。ウーバーやってるとこあるよ。出前館はないか。出前館は予約になってる。みんなウーバーで頼むの？ウーバーで何頼むの？みんなは。でもさ、あんまり頼まないで。私も本当に料理めんどくさい時って、今日とかなんか特別これ食べたいって時はよく頼むんだけど、でも結構送料とかかかるからもったいないんだよね。今度劇場行きますね。仕事なので行ってきます。行ってらっしゃい。見てくれてありがとう。また来てね。ウイチゴちゃん、ピータさん、スタンプギフトありがとう。
エッグマフィン食べたくなってきた。エッグマフィン、あ、朝のやつか。美味しいよねあれ。でもお腹鳴ってるけど多分もうすぐ寝たい。ソファーで寝ちゃうことはないです。ないです。食べたいもの？もうお腹あんまりすかない。お腹すいたけど眠いなっていう。あと12分頑張ります。朝からお寿司頼んじゃおう。配信終わったら寝る、もちろん。スキヤとかって何時からなんだ。なんかスキヤ、吉野家、松屋大好きなんで。毎日アイドルは目指さない、私の性格上無理なんで。やりたいときに配信してっていうスタンス。24時間やってるけど Uber はやってない。 Uber 配達する人がいないってことか。ドコモ大規模障害発生。私はドコモじゃないから大規模障害発生した。へえ。松屋さんのモーニングセットは5時から。どんな感じなんだろう。ちょっと見ていい？
でだろう。松屋朝、あ、本当だ、朝定食で出てきた。面白い。すごい、290円なの朝定食って、激安じゃん。今度お話会行きますね、ありがとう拓也さん、ギフトありがとう。鮭定食とか490円なの、ウーバーにないのかな。朝定食をやっていると、鮭とか美味しそう。290円は笑ったっすね。送料じゃん。もう9時からだ。なんか私の松屋で朝じゃないんだけどすごい好きなのがあって、多分見てる人とか結構松屋好きそうだから共感多分できると思うんですけど、ハンバーグ定食が好きなんだよね。よだれが出てきた。トラックドライバーだから結構お店に行って朝食食べるよ。じゃあ私も一緒に行く。僕は貴族なのでスキヤの鮭ダラックス朝食を食べます。いいね、松屋さんのハンバーグめっちゃ美味しいね。なんかめっちゃ美味しいよね。ガストよりも好きかも。あれから松屋通ってるけど遭遇できてない。あれ、私もあれから行ったんだけどな、一人でカウンターで、カウンターでささっと食べる。松屋定食だとご飯おかわり自由。そうなの、ご飯いつも残しちゃう。なかったです、さすがに。でも朝定食やばいね。選べる小鉢。もうお父さんと弟がよく朝松屋に行ってて、実家にいるときになんかめっちゃ楽しみにして行ってて、弟がこれは楽しみだよね。なんか普通に私だったら鮭定食。シュクメルリ定食って何？松屋？初見ははずいのでコメントやめます。いや、嬉しいよ。いつも行く松屋さんで顔覚えられてて何も言わなくてもご飯特盛りで出てきます。いいね、なんかほっこりするわ、そういうの聞くと。キクリンありがとう、久しぶりにキクリン見れて嬉しい。ギフトありがとう。ということで、あと4分くらいか。今日はなんで朝配信したかっていうとね、昨日の夜11時半ぐらいから12時まで配信してたんですよ。でなんか変わったことしたいっていうか、変わった楽しみ見つけたいなって話してたら、
ファンの人が朝配信やってみるのはどうって言って、なんかもうおもろそうだなと思ってノリで今日やってみたら、なんかめっちゃ見てくれてる人がいて嬉しい。また朝配信するときは、多分朝しか見れないんだろうね、多分夜見る人いなかったから、ぜひ朝の時を見に来てください。私も朝多めにやりたいと思いました。やってみてよかった、やってみて楽しみができました。もう仕事してる、えらい。私はなんかちょっとこの5時に起きれるかなとか思って1時間くらいしか寝れなかったので、だからちょっともう一回寝ますね。顔見れて嬉しかった、嬉しい、コメントしてくれてありがとう。キャプテン赤さん、ゲストありがとう。朝配信してるからびっくりしてしまった。みんなとなんか約束したからしようと思って。今夜から夜勤だから朝見れない。頑張ってね。イタリアに恋した朝配信でした。浮気したら許しません。僕は今から寝ます。じゃあ一緒ですね。初見です。タクちゃん推しです。じゃあ二推し私で。じゃあ読みます。1位のぶさん、2位なははんさん、3位ムートンさん、4位ヤマーさん、5位キクリン、6位カッチャン、7位ポクレンパサランさん、8位ピアノマンさん、9位ピータさん、10位ラブイチョコちゃん、10位ラブイチョコちゃん、11位キャプテンアクアさん、12位アキラさん、13位アサアサさんです。みんなおはよう私はちょっとまだ寝れてないから、ちょっとしか寝れてないから、もう一回二度寝しようかなと思います。朝私の配信久々に見た人もいると思うんですけど、これを機会にひらりともえかちゃんのことを覚えてくれたらいいなって思います。ちゃんと次はメイクしてる時にします。さすがに朝5時はメイクはできんのですっぴんなんですが、またメイクしてる時も見に来てください。基本すっぴんなんだよね、ショールームとか家にいる時すっぴんだから、仕事以外は。でも頑張ってメイクします。みんなさんありがとうございました。バイバイ。今日も一日頑張ろう。バイバイ。